中国の隠れ債務問題が日本のバブル崩壊より危うい理由、中国格付け見通しネガティブに。12月5日に信用格付け大手ムーディーズが中国の国債格付けの引き下げを発表すると、中国本土株市場は下落し、外国為替市場では人民元が売られた。当面中国からの資金流出が加速しそうだ。今後は地方政府の財政破綻リスクが上昇し、雇用、所得環境の厳しさは高まり、個人消費も伸び悩むだろう。企業の業績悪化やデフレ経済も懸念されるが、それだけではない。中国は我が国すらバブル崩壊後に経験しなかった事態に直面する恐れを抱える。多摩大学特別招聘教授、真壁昭夫。中国地方政府の隠れ債務が深刻。12月5日、大手信用格付けの米ムーディーズは、中国国債の信用格付けの見通しを安定的からネガティブに引き下げた。中国の不動産バブルが崩壊し、公的債務の増加が懸念されていることに加え、地方政府の財政が悪化していることは見逃せない。特に、地方政府の資金調達の組織である、融資平台の隠れ債務の問題は深刻さを増している。振り返れば、2020年8月、中国政府は不動産バブルの拡大を止めるため、不動産関連企業に対する融資規制を強化した。その措置によって、多くの不動産関連企業の資金繰りが悪化し、不動産バブルはもろくも崩れた。それに伴い地方政府の歳入は減少し、融資平台の業績及び財務内容は悪化し、デフォルト懸念も上昇した。これがいわゆる地方政府の隠れ債務問題だ。直近の話に戻ると、23年12月6日、ムーディーズは地方融資平台26社を格下げ方向で見直すと発表。問題解決に中央政府の財政出動は不可避とも指摘している。中国全体で地方融資平台や不動産企業の不良債権処理が遅れると、財政破綻に陥る地方政府が増えることが懸念される。中国経済全体に信用不安が広がり、海外への資金流出は増大する可能性もある。中国経済の先行き懸念の高まりは、避けられそうにない。高まる中国地方政府の信用不安。ムーディーズは中国経済全体で下振れのリスクが高まったと判断し、国債の格付け見通しを引き下げた。さらに近い将来、中国の格付けを A1 シングル A プラス相当から引き下げる可能性もある。懸念されるのは中央政府よりもむしろ地方政府の財政状態だろう。リーマンショック後、中国政府は4兆元、当時の包括換算額で約57兆円の経済対策を打ち出したが、財源の確保になったのは主に地方政府だった。地方政府は税収に加え、土地をカントリーガーデンやエバーグランデグループなど不動産デベロッパーに売却してきた。政府が投資促進を呼びかけ、マンション建設などを支援する中、デベロッパーは需要を上回る勢いで住宅を建設した。政府の支援や高い成長期待を背景に、住宅価格の上昇は間違いないといった過度な楽観が蔓延した。価格上昇により、地方政府の土地浄土益は増えていた。そして、道路の建設や鉄道の延伸など、インフラ投資に資金を再配分することによって雇用を生み出した。また、半導体や EV などの産業補助金政策も強化した。銀行からの借り入れが規制された地方政府は、より多くの投資資金を獲得するために、融資平台と呼ばれる企業を増やした。地方融資平台は、債券発行や投資ファンドから資金を調達することで、不動産やインフラ投資を増やした。こうして不動産バブルの熱狂にしたり、中国経済は
投資に依存した経済成長メカニズムを確立した。しかし20年8月、事態は一転。中国政府は不動産融資規制を強化した。不動産デベロッパーの資金繰りは枯渇し、建設が停止し、未完成のまま放置される物件も急増した。新築・中古の住宅価格は下落。土地需要は減少し、地方政府の主要財源である土地譲渡益も落ち込んだ。不動産バブルは崩壊し、地方融資平台の信用不安が顕在化した。不良債権増加、負の連鎖が鮮明。地方融資平台の債務は地方政府の予算に含まれない。公式統計にも計上されないため、隠れ債務と呼ばれている。国際通貨基金 IMF によると23年、地方融資平台の債務残高は中国の GDP 比 53%、66兆元、約1320兆円に達する見込みだ。地方政府の手に負えない水準に隠れ債務が膨張している。中国では地方融資平台の債務に暗黙の政府保証がつくとの見方が多い。元利金の返済の遅延、不履行、デフォルトが起きた場合、政府が返済を保証するはずと国民は盲信しているのだ。23年夏、中国政府は隠れ債務問題への懸念を抑えるために、地方政府の債券発行枠を拡大した。報道では、1.5 兆元、30兆円程度の債券発行が指示された。中国政府は地方政府に、目先の元利金返済の一部を肩代わりさせようとしているが、財政悪化により、地方政府が隠れ債務問題を解決するのは難しい。懸念されるのは、地方政府の隠れ債務問題が、家計のバランスシート調整を激化させる恐れだ。地方融資平台は、いわゆるシャドーバンク、預金を受け入れずに、資金調達を行う投資ファンドから資金を借り入れた。それは、高利回りの投資商品である信託商品に組み入れられ、中国の個人にとって重要な資金運用手段になった。ところが11月、シャドーバンク大手である中食企業集団の債務超過が判明した。不動産バブルによる地方政府の隠れ債務問題は、不動産分野の不良債権増加とともに、シャドーバンク業界を侵食し始めた。シャドーバンクのバランスシートの劣化によって、信託商品のデフォルトリスクは上昇している。不動産バブル膨張に伴う先行きの楽観、暗黙の政府保証の思い込みにしたり、信託商品を購入した個人の一部は、中国の金融当局に事態解決に向け介入するよう要請した。不動産市況の悪化に端を発する地方政府の財政悪化、隠れ債務問題の深刻化、経済全体での不良債権増加という負の連鎖が鮮明だ。中国のデフレを西側諸国が歓迎する理由。11月の中国の消費者物価指数が前年比 0.5% の下落となり、パンデミック以来最低となった。だが、これは西側諸国にとっては良い知らせであり、デフレの一部を自国に輸入できる可能性があるとアナリストは見ている。中国のデフレ問題は西側諸国にとっては歓迎すべきインフレ抑制効果があるという。中国は経済的困難が続き、物価が再び下落しているが、中国政府の苦悩は西側諸国の勝利につながる可能性があるとアナリストは語っている。これは中国のデフレ傾向がアメリカのような必要以上の物価上昇を抑えるかもしれないからだ。中国が国際貿易を通じて世界にデフレを輸出するのではないかという懸念が高まるため、中国経済が回復を示せない期間が長くなるほど、西側諸国のインフレの期待は下がる可能性が高くなる、とマッコーリーのストラテジストのティエリー・ウィズマンは述べた。11月、中国の消費者物価指数は前年比で 0.5% 下落し、パンデミック以来の最低となった。2023年初頭には、
物価がマイナスから再び上昇したが、回復への期待は裏切られた。一方、世界的に見ると、同期間におけるアメリカの消費者物価指数は 3.1% で、前月の 3.2% から若干落ちた。アメリカの金融市場は、インフレ鈍化を歓迎しているが、依然として連邦基準制度理事会 FRB の目標の 2% を上回っている。アメリカの投資家は FRB がいつ金利引き下げを開始するかを推し量っているため、これらのインフレの数値に大きな注目が集まっている。米政府、中国13社を未検証リストに追加。ワシントン、19日、ロイター。米政府は19日付の官報で、中国企業13社を未検証リスト UVL に追加掲載した。米国で開発された技術や製品の輸出の是非を、米政府が事前に十分確認できない状態にしたまま、輸入してきたことが要因。13社に輸出する米企業は今後、輸出前の追加のデューデリジェンスが義務付けられる上、新たに多くの輸出許可の申請が必要になる可能性がある。米政府は、米独自技術や製品の輸出先企業が信用できるかどうかを決定する際、輸出管理官が輸出先企業に足を運んで実際に調べる。輸入するのが中国企業の場合、こうした現地調査には中国商務省の承認が必要となる。だが、輸出管理官が調査を完全実施できない場合、米政府はそうした企業を UVL に掲載する。バイデン政権の政策では、輸出管理官は UVL にリストアップされた外国企業の現地調査を行うが、外国政府が妨害した場合は、60日後に国家安全保障などの観点から輸出規制を一段と厳格化する事実上の禁輸対象。エンティティリスト EL に追加する作業に着手する。